警視庁におきまして、首都東京の守りにつき、また社会の安全安心を確保するという任務に従事いたしますことは、大変光栄であるというふうに考えておりますと同時に、その重責にいたしまして、身の引き締まる思いでいるところでございます。我が国内外の政治的経済的情勢は近年著しく変化をし、また科学技術というものも急速な発展と社会的な実装が急速に進んでおります。森羅万象を相手にする警視庁ということでございますので、このような激しい変化に機動的に対応し、警察活動のブランクというものを作ることなく、事件の検挙や警察措置によりまして、あまねく安全で安心な社会を実現していくということを図ってまいりたい。警視庁は全国の警察を実務上リードするという存在であるというふうに思っております。首都の治安を維持するということにあたりまして、多種多様な事件事故を数多く取り扱っております。このようなことから得た経験値を一層高めて、その能力を磨き、事件の検挙やさまざまな対策措置で成果を上げまして、他の警察から頼りにされるような体制づくりに当たりたいというふうに考えております。ここでは4点申し上げたいと思います。一つはサイバー空間の安全の確保でございますけれども、サイバー空間と直接つながる日常のリアルな世界の安全安心を確保するという観点からも必要不可欠であろうと考えてございます。でまた特殊詐欺でございますけれども、警視庁各部門の総合力をもってその防止と被疑者の検挙に当たりたいと考えております。でまた災害対策でありますけれども、首都直下地震、あるいは台風の際における水害、また富士山噴火の際の降灰といったものにも対応してまいりたいと考えてございます。で最後に G7 サミット等についてでございますけれども、警視庁におきましてしっかり場面場面に応じた措置を取りまして、万全の警護警備実施というものに努めてまいりたいと考えてございます。今後、災害を含めさまざまな困難が待ち受けていると思います。事件検挙にしろ対策にしろ、ぜひ、執念を持って、日本警察の大黒柱である警視庁が結果を残し続けてもらいたいなと、そういったことを託して私は職を去りたいというふうに思っております。